はい、皆さんこんにちは。カタリルームのカタリです。今から始めるドラクエ10続きやっていきたいと思います。本日一緒に行っていただくのはアベルさん、紫さん、リンさんとなります。で、何をするかというとですね、ちょっとチムクエをねやっていこうかなと思うんですけど、ウルベア魔人兵強、これを3回倒すとクリアになるので、ちょっとこれをやっとこうかなと思うんですけどね。これ確か 3体出てくるやつじゃなかったかな。苦手なやつだったような気がするんですけどね。もしこんな感じですね、毎回こういうふうになうまくいけばいいんですけどね。これは移動した直後でないとこのポーズは取れない、決まりますね。で、作戦はこんな感じです。バラルさんは、賢者になってます。今賢者です。で、賢者をねちょっと、カンストしようかなと。まあすぐね93という壁が来ちゃうんですけど、まあカンストしようかなと思ってます。まあバトマス魔法使い僧侶賢者、いつもの職なんですけど、どうかな、なんか使えるのあったっけ。何もないですね。あ、ご近所仲良しボックス、これ先開けましょうか。ポクランサフランを10個、おお、いいね。出るかな、ちょっと自信ないんですけどね。しかも3回もだいぶ前に行ってね、古典古典のパンパンにされた覚えがあるんですけど、どうでしょう。神秘の悟りだっけ、これ強くなんだっけ。必殺ってなんだっけ。炎症時間がゼロになる、マジか。イオナズン全体攻撃だっけ。ドルモーはどっちが上なんだ。こっちか。使い慣れてないからな。頼むわ。暴走魔法陣使った方がいいのかな。ベホマラーして、こういけそう、もしかして。まあ昔よりはね強くはなってるとは思うんですよね。まあ2体倒せれば、いけんじゃないかな。あ、これいらなかった。押した押した、これもうあとの楽勝でしょ。オッケー、いけそうだね。案外楽勝でしたね。
まあでもこれ3回やるとね、結構1回目はね楽勝で、2回目から勝てないとかっていうのがね過去にあるんで、ちょっと心配っちゃ心配なんですけどね。オッケー、終わりましたね。何分かかった？3分か。何が出るかな。グリーンオーブですね。あと2回。意外と時間かかったな。さて、あと2回いきましょうか。ガンガンいきますから、ガンガンパッパといきましょう。ウルベア魔人兵、今日思いのほか楽に倒せたので、まあ結構古いですもんね、ガタラの強ボスはね。そんな強くないのかもしれないな。だいぶ前なんですよ、負けちゃったのはね。まさか3体出ると思わなくてね、びっくりしたことあるんですけど。近づいてくる前に、ドルモアだよね、やっぱな。何叩いてる？ A だね。 A 行きましょう。守備力低下中、今がチャンス。いいね、今がチャンス。もう一発ぐらい入るかな。入った。1体減ればもう楽勝なもんだよな。ベホマラかけてくれてるから。あ、リンサ死んじゃったし。やばいか。Cやってる？ Cを倒そう。じゃ早くも A は死んでましたね。楽勝じゃん。さっきは早いんじゃないか。変に魔法陣使わない方が早い？そんなことない。これいいや。そういえば昨日ね、あれやったんですけど、今日の動画として昨日上がっちゃったんですけど、あの生放送をね、テスト的にちょっとやってみました。で、まあ見てみたんですけど、まあ前半にかなり余計なものが入っているのと、まあそれは知ってたんですけどね、わざと入れたんですけど、あ、やばい、死ぬ。あとね、ちょっと私の声が大きかったのと、あれですね、全体的にちょっと高画質で配信しちゃったかもしれないな。なのでいざ見ようと思った時に重いかなと思いました。その辺を改善してね、ちょっとまた次回、そう遠くないうち生放送テストをねやっていきたいと思います。で、可能であればね、イベントを生放送でやりたいと思ってるんですけどね。生イベント良くないですか？いいよね、生イベント。と勝手に思ってるんですけど、生イベントね。
別件をね、ちょっと生放送でしたいなと思ってるのがあるんですけど、ちょっとそれに間に合うかなと思いつつですね。コメント等がね、なかなかうまく見れないんですよね。そこがどうしようかなという。隣にパソコンをつけているので、それで見れなくはないんですけど、スペック低すぎてですね、コメントは見れんだけど、映像が見れないんですよね。これ、どれに攻撃してる？ B か。なので、配信されてるかどうかがね、わかんないんだな。そこが問題なんですよね。でもね、生放送は一つの夢っていうのも変なんだけど、やりたいことの一つでもあるのでね。あ、死んじまったわ。わ、マジか。あ、起こしてくれてるね。あ、やばいやばいやばいやば。ちょっと3回目苦戦してますね。ちょっと近いよね。あ、死んじまった。距離がね、近いと思う。そのせいもあるな。守備力低下中だけど、魔力を上げておくか。よしよし、回転切りでみんな巻き込まれたらどうしようと思ったけど大丈夫でしたね。C を狙ってるね。 C 行きましょう。さっきより早くは終わんなそうだな。いなくなっちゃう。暴走魔法陣作るからね、頼むよ。魔法陣の中から攻撃するように AI が頭良くなるといいんですけどね。そこまではいかないんだな、 AI もね。ぜひね、生放送ですね。ドラクエはたまに、あと別ゲーでね、定期的にやりたいと思ってるので、その辺を見ていただければなと。新しいゲームになりますね。あ、死んじまった。こいつ一撃が強いな。でももう終わりますね、ほっといても。終わりました。宝箱等はなし。戻りますか。結構ね、ストーリーのいいゲームをね、やろうと思ってまして、ストーリー重視のゲームですね。それをやろうと思ってるので、ぜひよかったらそっちも見てください。タイトル等はまた後ほど、動画と一緒に発表したいと思いますが、今回は、ウルベア卿、魔人兵卿でした。アベルさん、紫さん、リンさんと共に3回行ってきて、よかったですね。思ってたより弱かったです。以前のバラルさんが弱かったんでしょうね。ものすごい強く感じたんですよね。3体出てきて1体倒すのが大変だったというふうね、かなり前に行ったのかな。よかったです。で、バラルさんの、なんだっけ、賢者今こんな感じですね。もうちょっとね、上げられればなぁと思って今やってます。ということでですね、最後まで見ていただきましてどうもありがとうございました。